ヨハン・バレンティン・カマルゴ・ラモスは、パナマ共和国、パナマ市出身のプロ野球選手。右投両打。MLB のアトランタ・ブレーブス所属。2010年にアトランタ・ブレーブスと契約して、プロ入り。2012年に、傘下のルーキー級、ドミニカンサマーリーグブレーブスで、プロデビュー。59試合に出場して打率。343.2 本塁打、26打点、6盗塁の成績を残した。2013年からアメリカ本土へ渡り、この年はアパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレーブスで57試合に出場して打率 294.14 打点、3盗塁の成績を残した。2014年は A 級ロームブレーブスと A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、2球団合計で132試合に出場して打率 266.1 本塁打、46打点、7盗塁の成績を残した。2015年は A 級カロライナマドキャッツでプレーし、130試合に出場して打率 258.1 本塁打、32打点、4盗塁の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2016年は A 級ミシシッピブレーブスでプレーし、126試合に出場して打率 267.4 本塁打、43打点、1盗塁の成績を残した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕をトリプル A 級グイネットブレーブスで迎えたが、4月11日にメジャー初昇格し、同日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。4月16日のサンディエゴパドレス戦では、メジャー初安打と初打点。7月9日のワシントンナショナルズ戦では、初本塁打を記録した。ありがとうございます。